はいどうも、ポンチのぼやき。ということで、今日はマジックを練習する際の注意点のお話でございます。鏡を使って練習される方、使わない方ね、それぞれいると思いますが、まあ鏡ぐらいはね、使った方がいいと思うんですが、まあそれは置いといて、今日は練習する際の角度についてのお話です。マジックをやる上であらゆる状況が想定されると思います。マジシャンもお客様も両方座っている状態、または両方立っている状態あたり、片方だけが座っている状態。他によくあるのはマジシャンが台上に乗って一段高い状況でマジックをやる状態。いろんな状況が考えられると思います。その際のお客様の目線のことを考えて練習するというものです。よくあるのがマジックを練習する際、自分目線でマジックを練習するので、こんな感じでね、お客様からこっちからね、丸見えになっているという状況が多いです。皆様は YouTube に上げている素人のマジック動画をご覧になったことはありますでしょうか？僕はほとんど見ませんが、時々見ると、やはり自分の手元にこのように集中してしまっているので、カメラからもろ見えのアングルでやってる方がいます。しかもそれに加え、そのままアップロードしてしまうという面白い方々がいます。日本人は非常に厳しい国民でございます。マジックを5、6個やる上で、たった1個のマジックがバレバレで、しかも何のフォローもなく終わってしまうと、後で陰でクソマジシャンだったなと言われてしまいます。そのくらいの厳しい国民に我々は立ち向かわなければなりません。なので練習する際、角度というのは非常に大事なものとなってきます。鏡の角度を調整するのも一つの方法ですし、お客様の目を考えながら、どういう目線だとここが見えない見えないというのを常に想定しながら練習しましょう。例えばマジシャンが立っていてお客様が座っている際、お客様の目線は非常に低いところにあります。その際にお客様の目線ぐらいでマジックなんかやってしまった際には、下から全部丸見えなんですね。なので目線より低い位置でやるとか、手首の位置をいろいろ考えながら練習しなければなりません。他にはマジシャンが座っていて椅子が低くてテーブルが高い状態でマジックやる際には、手首がこのように上がってやってしまいがちです。そうすると丸見えになってしまいます。なので練習する際に一番気をつけることは、手首をこのように下げる、下げた状態でマジックをやるというのを意識しましょう。このようにすれば目線が低くても下のアングルには下にお客様がいない場合は見えることがございません。他にもいろいろな状況が考えられますが、お客様の目線から見える角度というのを考えながら練習すると、より上達への近道なのではないでしょうか。これに気づかずに毎日練習していると後々癖を取るのが非常に大変になります。これはあらゆる失敗をしてきた私が言うことですので、間違いのない練習法だと思います。みんなで角度に気をつけながらたくさん練習して、厳しい国民日本人を楽しませてあげましょう。以上ポンチのぼやきでした。